です。待っててよかった。ふーちゃん、のぞちゃん、こんばんざい。めいちゃん、めいです。ちょっとコンタクトがマジでもう外れそう。浮いてる。寝るとこやった？いやもうなんか目もね、もう寝ようかなって思ってたけどさ、なんかいろいろやってて、そのちょっと寝落ちてたんだけど、そこからすぐ起きてやらなきゃいけないことやらなきゃと思って連絡とか返してて、気づいたらこの時間で、あーそろそろ寝る準備しようかなと思って配信してない。最近のめいちゃんのリップいい感じ。うわー嬉しい。赤色系です。今日はとも、こんばんめいちゃん、やっほー。もうちょっとであなたの好きな水着の時期がやってくるね。めいたん大好き、ありがとう。待ってる、ありがとう。たらまる、こんばんだい、こんばんだい。今日はもう髪の毛がもうちくちゃくちゃですけど、なんていうかあれです、三つ編みです。三つ編みになりました。今日も暑くて、もうここが、ここがもうベタベタで、もうね、もう無理だって思って速攻でもう会場変わったとここに行きました。ブラボー、こんばんだい。かわいいかよ、かわいいかよ、ありがとう。ラバタン、こんばんだい。S&M さん、こんばんざい、こんばんざい。今年は水着見れるかな、どうだろうね。去年でも見来たけどね、結局水着だから今年も見れるんじゃないかなと思いつつ。モンタモンタ、なんかさっきからめちゃめちゃ足がつるから死ぬほど水を飲もうと思って、今死ぬほど水飲んでる。めちゃめちゃ足がつるの、びっくりして、やばいと思って、足こんなにつることあると思って、バチバチに足が今日つります。なぜか昨日の影響なのかわかんないけど、そういうわけでもなさそうって、単純に水を飲んでないだけだと思う。それかでも昨日めちゃんとストレッチもしてマッサージもして寝たの、だからマジで偉いと思う。なめて、チキン寝落ちずに頑張った。飲み方ワイルド、ボトボトボトってね。ツイッターのコテツ一個も変えてないっていうオチ、永遠にねあれっていう感じなので、そろそろ変えようかな。何にしようね。寝起きに両足つるはやばい。いや飲み方ワイルドだろう。普段はそうやって飲まないんだけど、今はなんか喉乾いてた。ちょっともうね、寝起きに両足つるのはしんどすぎて無理だね。それもだって寝起きから戦いすぎない？新しい水着写真で。どうしたの？え？わかんない、なんかめちゃめちゃ足つるなと思ったけど、でもどうなんだろうね、今年水着を着る仕事があるかどうか、それがもうわかんない。着やんかもしれんし、着るかもしれんし、水着を着るものことに対してのそこまでの NG はないんだけど、あんましない。なんかポイポイって出してもあれでしょ。茶髪のめいちゃんの写真好きかもしれん。あ、もう茶髪にしたくて今。なんかもう飽きちゃった、赤髪。ずっと言ってるけどね。まあもうね、赤髪、いいんだけど、やっぱりあんまり受けが良くない。寝起きでのたうち回る。きつ。起きれそうだけど。めっちゃ起きれるけど、めっちゃ息切れそう、起きるのに。
かやばんお疲れさんどす、お疲れさんどす。メイタンの水着、水着になることへの抵抗がそこまでないんですけど、なんか体に自信あるとかじゃなくて、まあ仕事ならって感じなんですけど、プライベートでね水着着ることはないです。だってプライベート私家にいるんで、そのなんか、ね、プール行こうぜみたいな友達いないからあれですけど。赤髪一番好き、赤髪好き派、赤髪好き派いるんだね、意外。グッドイブニングトムヤホー、グッドイブニング。そろそろね、シャア専用みたいでかっこいいし、いやもうなんかどっちを狙うかだよね、かっこいいでいくのかかわちいでいくのか。でも茶髪が一番自分には似合ってるとは思う。でも派手髪増えちゃったから、なんかじゃあここまで派手髪にする必要もない気もするなと思って、今自分の髪型を瞑想中、瞑想しております。だからもしかしたらもうちょっとでね、この髪の毛はもうちょっと もしかはもうしないわ、この髪型は多分もう変えると思う。心が折れてきた、世間一般の視線から耐えるのに。まおちゃん赤髪七派です。わー嬉しい、結構いる。赤髪好きだよ、もうのずちゃんはね何でも好きって言ってくれる、大肯定派、大好き。初めて会った時も髪赤かった、まあインナーぐらいだったら全然いいんだけど、毛先とかもうこんだけ赤いとなんかもう目からの情報量が全て赤すぎてなんか疲れてきちゃって、かっこかわちい。まあ、でも今しかできない髪型って考えたらこれが一番なのかもしれないけど、夏だからふと青も浮かんだけど青似合わないんだよ、一回やってね全然。昨日の波動でめいちゃんの体育祭スタイル見れると思ったら私の推しがやってた、ちまちまやってたんだけど、あのどっちにしてももう落ちてくるから、なんかあれが欲しかった、たすき、めっちゃ暑かったあそこ。瞑想中ですマジで今な、カラフルジャパン、そう瞑想中なので、季節ごとに変えるのも四季を感じていいかもしれない。四季を感じる髪型、夏だからじゃあ次はパッション系にしましょう、パッションオレンジにしよう。派手髪多いねって今日みつきちゃん、みつきちゃんと話してたの。そう、なんか派手髪が増えちゃったから、なんか前までは本当一人だったからなんかまだえへへって言えたんだけど、もう多すぎて、しかも赤系が多いからなんかもういっかなってピンクと赤が一緒になっちゃうからね、めっちゃコンタクトずれる。 あ戻った、大肯定バレてた、茶髪にしても好きって言う私も赤好き、今アッシュしたくて、アッシュ系の髪の毛、大人になりたい、大人の女になりたくて。でもこの髪の毛にしてからなんか初めて行く店とかの店員さんにめっちゃ声かけられる、人見知りだからさ、生きていく上で神経すり減らしてる今。赤髪良きです、嬉しい、赤髪好きって言ってくれる人がねいるのもすごい嬉しい。青似合いそうだけど水色とかは、あのね、寒色が似合わないんですよ実は、肌色的に。まあね、あれに行きたくて、パーソナルカラー診断に行きたくて行こうと思ってるんだけど、近いうち。青似合いそう？嘘、なんか一回青にしてそのままフランスのパリのジャパンエキスポ出て、なんかもう一日で青入れた、めっちゃ綺麗な青入れたのに、なんかもう一日であっちのシャワーの水によってなんか緑になったっていうオチ。二
二の前さん、こんにちは、こんばんは。赤よき、ありがとう、ブラボー、嬉しい。歌姫こんばんは、しゅうくんこんばんは。分かりみが深い。会社でも絶対かぶりたくない。そう、なんか人と一緒が苦手なので、変なところでね。だからなんかだったら茶髪でかぶる方がよくない。なんか派手髪にしてかぶるよりは、じゃあ茶髪にしてかぶりたい。なんか派手髪を始めたきっかけ、赤インナーを始めたきっかけも、そのインナーカラーを始めたきっかけもあれだったから、あの黒髪ロングにしてて、ずっと黒髪ロングでいたんだけど、なんか黒髪ロングが多すぎて、その頃なんか一緒が嫌だったから、じゃあ黒髪も残しつつ何かしようと思った結果が、黒髪と赤インナーだったっていうあれなので、なんかやっぱ茶髪が一番自分にはね合ってるんですけど、赤羽でバネバネしたい。めっちゃ強い。何それ、納豆みたい。ネバネバか。茶色とか金髪以外の色の子は正直苦手だったけど、めいちゃんのおかげで好きになった。嫌いじゃないんだけどね。将来子供ができたら言うよ、お母さんは髪の毛赤だったんだよって。今ちゃんこんばんざい、こんばんざい。ぶーちゃんこんばんざい。今一番見たいのめいちゃんのショートカットもう仕事でショートにしろって言われない限りね、ショートになれないからね、やさら。実は唯一ショート NG が出てるんで、髪の毛の中で。偶然外でメイさんの後ろ姿見かけたけど、赤髪ってだけで分かってしまった。そう、バレんのこれ、どんだけ存在消しても。なんか普通の髪の毛の色だったらバレないんだけど、自信しかないんだけど、この色にするとバレる確率が上がるという。月菜さんこんばんは。月の夜々、あ、月のさんHK さんこんばんは。赤インナーは一生押す、何回も言う、嬉しい。赤インナーはね、またやってもいいかなと思うけど、でもね、この仕事とかをしてないとさ、派手髪無理だからさ、だからね、今楽しいよ、今しかできない髪型って感じがすごいする。ぶっちゃんこんばんだい。遅くまでお疲れ様。今日の三つ編み可愛かった。うれしい。ありがとう。今日ライブローも褒めてくれて。ありがとう。やめちゃばくん。バンザイジャパンに NG ある。いや、なんか、私は似合わないからやめろって言われました。髪色変わったら茶色のペンラ振るね。茶色のペンラ振ってくれるの？それはそれでちょっと見てみたい。美容師さん泣かせで、だから毎回やりたい髪の毛の色違うかな。あんな綺麗な赤髪メイさんしかおらんやろって思いながら歩いてたら電柱とぶつかりかけて、大丈夫髪も服も自由なとこじゃないと絶対無理だよ。メイも無理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 、めっちゃ目が乾燥する。派手髪集団だから NG ないと思ってた。いや、一応許可もらってやってるからね、これも。バンドジャパン、いや、なんかもう飽きちゃいました。15と16も時間早かったっけ。15日は早いやつ、両方とも早めなった気がする、多分。でも今東京どう頑張っても20時以降やらないからさ、どう頑張ってもって言ったあれだけど、どう頑張っても。でもやばいね、東京1000人超えたよ。1000人超えたと思って、やばちくない？やばちまる。ね、私さ、ショールームアップデートしたけどさ、あの顔変える機能ないんだけど、あれどうやってやるの？え、顔変える機能のやつ知ってる？みんな。え？あ、OK。できないんですけど。これか。これカラオケでしょ？できません。甘酒さんこんばんざい、こんばんざい。外そうかな、外したら見えないんだよね。
顔変える機能一旦停止になったの。せっかく入れたのに、私、あ、こっちの方が見える。なくなったの？2日間で終わったってこと？でも Android はあるらしいよ、ずっと。いや、私も欲しかった。今欲しい。コンタクト外したんだけど。めっちゃ目乾いてる。やば。裸眼になりました。ケッケ、こんちゃーす、こんちゃーす。1556、大阪があってお姉さんいないの結構寂しい。でしょ？もうモンターが寂しくて泣いちゃうって思うと、私はしてやったりな顔になるよ。それだけね、この期間で仲良くなれたってことだからね。へっ。いやでも本当に行けないの寂しい。あるのかな、そもそも大阪。まず会ってほしいけど、なんて言ったってゆうみちゃんがいるからね、会ってほしいよね、マジで。こればかりは本当に思う。自分が行ける行けないなんてかどうでもいいんですよ。ゆうみちゃんが行けるかどうかが一番鍵。そう思うと絶対行ってほしいから、行けてほしいなって思うけど、どうだろうね。でも大阪が今一番やばいもんね。サマス、こんばんだい、こんばんだい。一番やばいって言い方もあれだけど、一番大変だからね、状況が。こんばんだーい。まあ6月のね、ミストフェス、もう誰が出るか分かんないからね、まだ決まってないんですよ。ちょっといろいろなね、調整もあって、今すごいふさふさんが頑張ってくれてるんですけど、すごい頑張ってくれてる。みけんたん、チラリズム、チラ、今日はありがとう。明日も待ってるね。安定にシンポジがあります。明日は名古屋の時の落書き写メが全部届いた。わー、嬉しい。いやもうちょっと正直送るのちょっと遅れちゃって、スタッフさんにもね伝えて、ちょっとゴールデンウィーク中に溜まりすぎちゃって追いつかなくて、マジ漫画家かと思ったんですけど、ずっと書いてるからね、電車の中の行き帰りとかでずっと書き続けて、あ、でも結局5月波動の日の前日のに、まあ、前日っていうか波動当日の朝4時に全部作り終わって、全部送ってから寝て波動に挑んだんですけど、その時に出すべき期日、そのゴールデンウィーク中のものが全部出す期日が一応そこだったので、期日には間に合ってるという。日付的にはアウトなやつもあったけど、でもその分ね、時間をかけて一個一個書いたので、落書き写メ結構今回凝ったやつめっちゃあるから、ちょっと皆さんチェックしてくださいな。夢の中からこんばんざい、あ、こんばんざい。モンタなんて優しい人なんだ。優しくないよ、め性格めっちゃ悪いで、自分でも言うけどめちゃめちゃ性格悪いと思う、自分でいつも思ってる、性格悪いちって。自分でね、本当に思いながら生きてる。あ、性格悪いなって。たまにめちゃめちゃ思う時あるんだよね。やば、主観で考えちゃうから、他人の気持ちを考えろ、いつも大事にしようと思いながら家を出るんだけど、気づいたら自分のこと考えてる時あるし。今日でもね、なんかトークコーナー楽しかったですね。来週あればおそらく始発で行く。中止にならないで。ありがとう。ラプちゃん、こんばんない、こんばんない。寝落ちしてしまってて、また起きてまた寝ようとしてるオタクです。おはよう。ネイルも買いに行きたいしね。伸びちゃった。今、ここが、だいたい2ミリぐらい伸びちゃってる。俺なんかと仲良くしてくれてるだけで優しいから説得力ゼロ。ゼロ？明日の件 DM するって。あ、来た来た。来ました。
すごい、もう3日連チャンで来てくれんねやと思って、すごい大感謝だね。みけんたんにありがとうって言っといてって言ってた。ありがとう。髪の毛をやっぱり変えたい。茶髪にしたいの今。アッシュの茶髪にしたい。アッシュ系の色味が今やりたい髪色かもしれん。春っぽいのしたいな。春っぽいやつ、春って感じの髪色にしたいんですけど、何かおすすめの髪色があれば皆さん教えてください。そんなのねえよって。明日も昼から、あ、やばい、明日、あ、まあ、いっか、言ったし言ったしとか言って、やべ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 、やなきゃいけないことを今思い出した。仕事を一個忘れている。そういう時もあるよね。仲良くしてもらって誕生日ネタ3日間やったら推しからの厳重注意はいただきました。嘘でしょ、ウケる。今日ゆまちゃんに若い女の子ばっかり連れてきてるって言われたばっかなのに、あ。それはやばい。桜はもう散ったから緑でいいよ。あ、緑にする。緑か、絶対似合わないな。え、巡りやったけど絶対似合わない自信しかない。100似合わんと思うよ、なんか。感触が似合わないから、マジで。今の可愛いです。どれだ。まちまるとお揃いでもいいよ。すごい色になってたよ。紫なのか青なのか分かんないような色になってた。何で染めたんだっていうぐらい、なんかコロコロ変わるから、びっくりしちゃう。あれ、また次そんな髪の毛の色になったのみたいな。そうみたいな。でまた次これみたいな。全く真逆の色入れるから髪の毛心配。赤髪ショートツインが良かった。赤髪ショートツイン、これってこと？めっちゃ短い、これだと。これか。もちこの頭皮が心配ね。絶対やばいあれ。やばい、絶対カニ座っぽい。カニ座だ、目カニ座、正解。かわいい。カニ座です、ヤサアラ。ツインしたらメイちゃんじゃん。メイちゃん、カンタって言ったらいい。カンタ、カンタはいますか？いませんか？いますか？前髪が伸びました。今こんな長い。これを島田に言ったら伸びんの早って言われました。めちゃめちゃ長いです。誕生日チェキとおめでとう、私。ハッピーバースデーめいちゃん。モンタです。モンチモンチッチモンタッチチッチモンポッ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 ポ。もちこ。
もちことモンタって似てるね。モンタミちゃん何にしようか。モンモモンモンタモンタモンタ、なんかモンタってもうモンタだね。モンタモ、うーん、モンタモンタだな。モンちゃん、モンチ、モンキ、モンキー、モンちゃん、モン太郎、モン太郎、モン太郎は？モン太郎、名前変えるスタイル。モン太郎、なんかね、違う名前で読みたくなっちゃう。実は。いやまあそんな感じですよ今日は。どんな感じだよっていう話ですけど、まあ、今日は暑くて三つ編みしたよっていうのと、あとなんだ、あんま覚えてない、ライブ2本したよっていう感じかな。明日は1本目の好きに呼び方変えていいよと思ったけど変わらないんだろうな。のぞちゃんはのぞちゃんだもんね。のぞちゃんを今から変えるのむずいよね。のぞちゃんここからのぞちゃんだもんね。だってこれさ、なんか違う名前だったらさ、なんとかちゃんとかにするんだけど、メインのね、知ってた名前の変え方、なんとかちゃんって言いがち。ちゃんをつけがちな人です。私は実はちゃんとかくんとか、モン太郎、モン太郎にしよう。モン太郎、明日には変わってるかもしれんけど、モン太郎。あ、お腹鳴った。今日ご飯しっかり食べたのに、なんかダメですね。情緒が不安定になったりとか、なんかちょっとでも疲れたりとか感じると、今日は食べていいやと思っちゃう。ダイエットが続かない理由、今日は食べてもいいやって思っちゃう。あ、でもね、一日外にいると食べちゃう。だからライブ2本とかある方が私は結構食べちゃう派です。モンタは本名ではないですよ。謎の報告、誰だろう、なんて名前なの。ケンタっぽい、ケンタっぽい。明日も食べていいよ。明日はちょっとだけ我慢するかな。今日食べ過ぎちゃった、食べ過ぎちゃった。今日だってパフェ食べたの、みんな見てほしい。ちょっと一瞬ラジオにするね。見て、食べたやつ、食べたパフェを見てほしい。やばない？今日初めてバンザイジャパンに来た子が帰りに明日も来たいって言ってて笑った。それはすごい。でもバンザイジャパンのいいところだね。明日も行きたいって思ってもらえるっていうのはすごいいいことだ。うれぴ丸だ。おいしそう。お腹すいた、お腹すいた。おなすい、おなすい、お腹がすいて、おなすい。昔オバタリアンっていうパフェを食べたことがある。うえや、何それ、これめっちゃ美味しかった、やばかったマジで。でもね、めっちゃ高いパフェなんですけど、めっちゃ高いパフェで、まあ、うん、そんな高くはないけど、なんやろ、なんかちょっと贅沢して食べたパフェなんだけど、これ今日食べたやつね。あのなんかね、普段食べる安っちいさ、あのコーンフレークとか入ってるようなパフェじゃないから、なんかソースとかが一個一個がようわからんくて、途中からもうあのジュリアとシマワダと3人で食べに行ったんだけど、なん
か下にあるソースが酸っぱかったりとかしてもずっと笑いが止まらなかった。長靴みたいな入れ物に入った1500円ぐらいのパフェ、うわでかっ。あと今日私がお昼に食べたお昼ご飯見てください。私が食べたお昼ご飯、お、どうやってんの、え、写真何で撮ってんの、こうか、え、あ、四角で撮ってる。いや、すげえ緑だけど、真ん中はマンゴーだった。豆苗炒め食べた、美味しかった。これめっちゃ美味しかった。白桃じゃなかったです。真ん中のやつは、うん、マンゴー。マンゴーを食べました。この豆苗炒めめっちゃ美味しかった。え、急な豆苗炒めみんなごめん。そう、マンゴー。最近画像漏れないからさ、自撮りするのも嫌で。自撮りすらしてないんだけどさ。みんなに引きで見せてあげたかったんだけど、引きで見せられない。豆苗好き、え、美味しいよね、めちゃめちゃ。本当に美味しかった、豆苗。もうちょっと引きかな、これ。あ、これちょっと引きだ、いい感じに入るか。これはね、なんかいちごとさくらんぼとビワとマンゴーが入ってる。会えたら名前をしようと思ったけど6月ぐらいになっちゃいそう。え、教えてよ、笑うから。え、ケンタって名前なのって。今んとこ私のモンタを見ての名前予想はケンタ。豆苗好き、豆苗美味しいよね。めちゃくちゃ美味しかった。今度家でもやろうと思って。あれただ炒めただけだと思うから。でもね、味の付け方をやっぱお店なんだろうなと思いながら食べました。ニンニク入れたら美味しそうと思って。ラーメン用のニンニクがあったんだけど、入れようかなって悩んだんだけどやめました。だって絶対にあれだから絶対ね、あれだから臭くなっちゃうからライブ前に臭くなるのはやばいと思って、道路で草拾ってきて家で炒めたんじゃなくてよかった。いやー、ほんと危ない危ない。草拾ってくるとこだった今日帰り。あまりの美味しさに感激して藤子さんが豆苗の写真をあげて、うそ、名前で笑うなよ。モンタからケンタ、そう、え、全然違うの。なんてコッタだ、パンナコッタだ。よっちこんばんだい、こんばんだい。で、私昔パフェ一つを食べられなかったの、全部自分で自己完結できないタイプだったんですけど、食べられました今日。拍手。もうここがちょっとだけ痛いぐらいで、波動の影響ゼロでした。私今日は安い T シャツを着てます。安かった気がする。多情のせいで明日キュイちゃんから見る羽目になったので、おやすみなさい。明日も会えるの楽しみにしてるね。明日の赤羽のシンポジはレアなのか分からんけど、まあびっくりゴンザレスって感じだと思います。やったことないからね、歌ったこともないパートのとこにいるので、見つけてね。なんかシンポジやるときはいつもやばい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 って思いながらやる。初見です。あ、嘘の人がいる。フィルム、あ、すごいキラキラ、めっちゃキラキラ、超キラキラじゃん。ちゃんちゃん、爪でした。結構やってるよね。やばい、明日ライブだ。皆さん早く寝ないと。明日10時間後にはもうライブ終わってるよ。終わってないわ。ライブ前に、あと10時間後にはもうライブ前直前って感じ。そう思うとやばいよね。
しっかりと寝たいと思います。ゴールデンウィーク以降のライブあんまり発表されてないのは、なんか減ったりしてるらしい。やっぱなくなったり増えたりを繰り返してるみたいだから、ちょっと待っててねって感じらしいです。こうしたいのか。でも来週は土日、来週の土日は伊沢は都内無双するので待ってます。早く寝ます。明日は赤羽レニーでライブがあるので皆さん会いに来てね。ライブダメな会場とかできてきたもんね。そうだからちょっと不安ですけども、よろしくお願いします。しっかりとお風呂に入って寝てください。頑張る。でもとりあえず先マッサージしちゃう。ちょっとね、寝てくださいね。めいちゃん寝ます。ありがとう。ということで皆さん本日はありがとうございました。以上バンザイジャパン石川県の伝道師イエイリーダーのサーラメイでした。またねー。かわっちありがとう。お疲れ様でした。お疲れよっち。 DM で教えます。お待ってるよケンタ。ブラボー。お疲れ様でした。ありがとう。のぞちゃんおやすみ。のぞみちゃん、みんなもおやすみちゃんありがとう。ふーちゃんお疲れ様でした。ラプちゃんお疲れ様でした。コンフルもありがとう。寝ます。おやすみです。おやすみ。バイバイ。違うの待ってるわ。じゃあバイバイ。